高社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマはチーム作りって本当に必要なの？さあ、皆さんはこんなことに悩んでいないでしょうか？実はチーム作りが最優先課題ではないという会社が意外にも多いんですよね。従業員の方にとってチーム作りって非常に重要じゃないですか。みんなが目標に向かってないんです。関係性が悪いんです。働きがいを感じられないんです。不平不満を感じることが多い。評価制度は機能していない。この組織の問題、なんでうちの経営陣はこの組織の問題を放置するんだろうと。そんな風に従業員は組織作りが大事だ、チーム作りが大事だ、そこにメスを入れないのはおかしい、そんな風に思うんですが、経営陣はですね、なかなか動かない。これはなぜか。経営にとって組織の問題が最優先ではない会社というのがあるんですね。皆さんの組織はどうでしょうか？その組織のトップは組織の問題を最優先に感じているでしょうか？本当は最優先課題なのに、最優先課題だと気づいていないというケースもあるんですよね。そこで今回はチーム作りが最優先な組織とそうじゃない組織の違いは何なのか、皆さんの組織はチーム作りに取り組むべきなのかどうか、もし経営陣が組織作りの重要性に気づいていないだけならば、どうすれば気づかせることができるのか、このテーマを解説していきたいと思います。このチャンネルでは組織で悩む人を一人でも減らすことをテーマに週2回配信頑張っております。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは行ってみましょう。さあ、まずチーム作りの大前提をお伝えしたいと思うんですが、まずポイントになるのは組織のトップです。その組織のトップが本気で組織の改善を最優先課題だと思っていない場合、その中でチーム作りをするというのは大変困難であり、不毛に終わることが多いんですね。理念とか行動指針で、うちは組織を大事にしてますよ、チームが大事ですよ、そういうふうに歌ってる会社は多いんですけども、本当にそうなんでしょうか？建前上は組織が大事です、私たちは従業員を大切にします、従業員第一主義だ、そんな風に言うんですが、本当にそうでしょうか？従業員を育てることとか従業員を大切にすることよりも、会社の利益を優先していませんか？売上アップを優先していませんか？コストダウンを優先していませんか？当然経営は収益を上げなければ存続できません。ですから経営の優先順位は収益である、利益を出すことが何よりも優先だ、これは一つの事実だと思うんですけども、それと同じぐらい組織作りが大事だと思えているかどうか、多くの場合組織よりも利益の方が大事というふうに業績偏重に見えてしまう組織が多いんですよね。そういう組織は二の次、利益第一主義、こんな風に思われている会社というのは、そういった会社でチーム作りをするというのは非常に困難であり、そして不毛であるんだ。この組織の本質というのは実はピンチの時に問われるんですね。業績がいい時というのは業績を最優先にしなくてもうまくいくじゃないですか。潤沢な利益があるから組織が第一優先ですよと言っても、その経営者が本当に組織を第一優先にしているのか、それとも利益という条件付きの組織作りなのか、業績がいい時には見えないんですよね。ですけども、このコロナで経営危機に陥った、業績が急激に悪化した、そういうタイミングでも組織を大事にしていたのかどうか、これを従業員はちゃんと見てるんですよね。この会社は私たちを大切に思ってくれてるんだ、私たちを大事にしてるんだな、利益の道具じゃないんだな、一緒に幸せになろうとしてくれているんだな、そういう人なのか、それとも真っ先に従業員を切っていって、そこに痛みもあんまり見えない。もちろん経営者は組織を切ることに痛みを感じるはずなんですけども、気丈に振る舞ってまるで痛みがないかのようにポジティブに語っていく、ああこの人は自分さえ生き残ればいいんだ、そんな風に見えたとしたら、そこでチーム作りをするのは困難ですよね。コロナじゃなくても大口の取引先が解約された、主要顧客から大クレームがあった、これじゃあ事業の屋台骨が揺らぐぞ、こういうタイミング、すごく可愛がってた部下が不正をしたり不祥事を起こしたりする、可愛がってた部下に限ってそういうことを起こしてしまう、そんな時にその部下にどういう対応するのか、言い方一つでも伝わり方は180度変わります。あいつ裏切りやがって、もう仲間じゃない、クビだ、そういう風に表現するのか、そういう志では一緒に仕事ができないというのが、似てるようで全く違う表現なんですよね。その志では一緒に仕事ができない、私たちは同じ志を持った仲間だったはずじゃないか、あなたが違う志ならば別の組織に行った方がいいんじゃないか、そんな風に相手の人生をリスペクトしつつ、不正や不祥事を起こしてしまったこと、それはこちらにも原因があるかもしれないと、そんな風に思いつつ志の違いで分かれていくのと、この裏切り者と、裏切ったお前が悪いんだ、そいつを切り捨てるんだ、そういう表現では
伝わり方が全く違いますよね。その他、身内に不幸があったり、プライベートでショッキングなことがあったりするとですね、経営者も人間ですから、辛く当たってしまったり、弱い心の内を見せる。その時に、どんな言葉を発するか、うちの会社は使えない奴らばっかりだ。そういう言葉を吐くと、ああ、この社長は、自分の利益の手駒なんだな、社員を駒だと思ってるんだな、そんな風に思わせてしまったり、そういう時でも何とか力を貸してくれないか、君がいるから救われるよ、そういうスタンスなのか。その組織の本質はピンチの時にこそ現れる。業績が良くて何の問題もなくて順調な時に組織を大切にするのは簡単なことなんですよね。ですけども、なかなか利益が出ない、人が育たない、思い通りにいかない、そういうピンチの時にこそいかに組織を大事にしているか、相手のことを思いやっているか、これを伝えられるかどうかが非常に重要なことなんですよね。この組織のトップの認識と現場の認識、このギャップが生まれやすいのはなぜなのかとなるとですね、やはり事業経営において収益ってはとても大事ですよね。ですので私は収益面から見ても組織づくりが最優先なのかどうか、この観点で話をすると認識の一致が図れるんじゃないかということで、やや難易度の高い解説になってしまうんですけども、チームづくりで成果が上がりやすい会社と上がりにくい会社の違いは何か、このお話をしてみたいと思うんですね。実はその事業形態やビジネスモデルによってチーム作りで成果が上がりやすい会社と上がりにくい会社っていうのが事実あるんですよね。3つの観点があるんですけども、1つ目は事業モデルの問題、資本集約型か人材集約型か、2つ目は人間観、一人でやりたいのかチームでやりたいのか、3つ目はコスパ感、チーム作りに費用や時間を投入してその分の収益が上がるのかというコスパ感、この3つで見ていきたいと思うんですが、まず事業モデルについて、例えば小売業とセールス業では事業モデルとして取り組むべきことが違うんですよね。小売業、例えばドラッグストアとか食品スーパーとかは人の能力を上げて、例えば接客レベルを上げてもあんまり売り上げが上がらないんですよね。むしろそれよりはどんな商品を並べるんですか、どこに並べるんですか、エンドという目立つ場所にどんな商品をどんな風に陳列をするのか、 MD と言われるマーチャンダイジング、商品を仕入れて並べる、その売り場作りの方が収益性にインパクトがでかいんですよね。販売やセールスは例えば美容室とかエステとか車の営業とか、販売員がどういうトークをするのか、競合との差別化は何か、これは人の能力で売り上げがかなり変わりますよね。サービス業全般で言うと、小売とセールスの間にあるのが飲食店などの外食企業だと思うんですよ。飲食店っていうのは商品作りや仕入れ、これも大事なんですけども、それをどういう接客をするのか、どういう調理工程でやるのか、人の力で、チームの力で業績がかなり変わってくる。小売店は売り場作り、セールスは個の力、飲食店はチームの力ということで言うと、チーム作りの効果が出やすいのは飲食店の方が出やすいと思うんですね。そしてその飲食店の中でも業態重視なのか人重視なのか、例えばラーメン屋さんでですね、めちゃくちゃうまいラーメンで他で食べられないとなると、接客が良かろうが悪かろうが、その業態がいいから、商品がいいから、そこでしか食べられないからということで、チーム作りよりも、その業態の再現性の高さ、オペレーションをちゃんと作って味のブレがなくなるとか、そういう資本集約型の飲食店もあるし、居酒屋さんとかは、どんな人を採用して、どういうトレーニングをして、どういう接客をするのか、どういうおすすめをして、そこにどういう商品が出てきて、それが熱々なのか熱々じゃないのか、こういう人の力やチームの連携によって売り上げがもう全然違う、かなり人重視の業態もあるわけですね。セールスは個の力と言いましたけども、セールス業というのも業態重視、商品重視で、商品がいいから売れるところはセールスマンの力がそんなに影響しない。競合との商品の差別化がきちんとされていれば意外と人が育たなくてもうまくいくんですけども、競合が追随してきて商品との差別化ができなくなってきたら人の重視に変わっていくというように、実は事業モデルとか競争環境によって人重視なのか、それとも資本重視なのかというのは変わってくるわけですよね。業態重視であれば資本を投入してなるべく他社が参入できないように出店をしたり特許を取ったり、何か差別化できない要素を入れたりといったような資本集約型のビジネスになりますし、人重視のところはどういうトレーニングをして、どういう採用をして、どういう人を集めていくのか、人を育てていくっていうのは重要になってくる。皆さんの事業が資本集約型なのか、それとも人材集約型なのか、もしも人材集約型であればチーム作りには取り組むべきなんですね。二つ目は人間観なんですけども、ピンチの時に
自分で何とかしようとするのか、それとも人を育てることを大切にし続けるのか、どうでしょうか。経営者というのは覚悟がありますから、自分一人になったとしても諦めない、そういう姿勢って持ってたりするんですよね。それはそれですごく尊いことなんですけども、自分で何とかしようということが前面出るとですね、お前ら別にいらないぞ、一人でもやっていけるんだぞ、そういうメッセージになってしまって、そういうメッセージを受け取った社員たちは疑心暗鬼になってくる。社長は結局一人でやるんですよね。そういう腹がくくれない組織というのはチーム作りに取り組んでもなかなか成果が出にくい。ここで難しいのは、経営者の価値観がなかなか変えるのが難しいんですよね。人間観が違ったら組織で成果を出すのは極めて難しい。もう一回自分に問いを持ってほしいんですね。最終的に一人でもやるのか、誰かの力を借りないとやっていけないのか。だとしたら人を育てる、人を頼る、どこまで行っても諦めちゃいけないんじゃないか。この人間観、人は必ずついてきてくれるんだ、だから人を大事にするんだ、そういう人間観なのか、人はもともと孤独だと、裏切られるのも当たり前だ、だから一人やるんだ、これは人間観なので、どう考えるのか、ぜひ問いを持っていただきたいと思います。3つ目はコスパ感。資本集約で投入した方がコスパ感がいいな、人に投資をした方がコスパ感がいいな、これはどっちなんでしょうか。打算的に考えて人に投資をした方がコスパがいい、もしそういうふうに思えるんでしたら、今すぐ資本集約の考え方を捨てて人材集約の考え方に切り替えていく、人を大切にしていく、ピンチの時でも人だけは守っていく、そういう経営に切り替えていく必要があります。さあ、推奨ワークということで、今回の前目をどう生かすか、3点お伝えしたいと思います。まず1つ目は、組織づくりに投資する価値があるかを見極めよう。事業モデルは人材集約型でしょうか。人間観が人を育てる方向に向かっているでしょうか。そしてコスパ感は投資対効果が高いと思えるでしょうか。それをもとに組織づくりが最優先だと思う理由というのをシミュレーションしてみましょう。例えば、いくら投入するとどれぐらいの成果が見込めるんでしょうか。3ヶ月後はどうでしょうか。6ヶ月後はどうでしょうか。中長期で見るとどうでしょうか。そうやって未来をシミュレーションすると、意外と組織づくりがコスパもいいし、事業モデル上必要だし、やっぱりみんなでやっていきたいよね、そんな風に思えるんでしたら、経営者もそして従業員も一体となってチーム作りに取り組んでみましょう。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。チーム作りが最優先課題である理由の明確化。経営をしているとついつい利益が最優先課題である、これはもう当たり前のことで、利益なくして存続できないとしたら利益は必ず出さなきゃいけない。ですけども、利益が出ない時にどうするか、そういうタイミングでもチーム作りが最優先課題なんだという理由を明文化できているかどうか。今の事業モデルで言ったら絶対組織作り大事だよね、人間観で言ったら絶対チーム作りが大事だよね、コスパ感で言ったら絶対人材育成が大事だよね、そんな風に3つの視点でぜひ考えてみてください。この理由が明文化できると、それを伝えられるようになってブレなくなっていく。これがブレてしまうと社員は見抜くんですね。ああ、あの社長いざとなったらケツまくって逃げるぞ、俺たちのことを守ってくれないんだ、そんな風に思わせたらものすごくもったいないですね。ぜひチーム作りに取り組む理由、これを明文化してみましょう。高社長のチームリー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。